はい、どうも石田祐一です、えー。今日は今まで一年半ほど使ってきたアルファセブン3をご紹介したいと思います。で、私はまあ動画もえっ、ー、と写真もやるんですけども、まあ今日は特にえっ、ー、と動画にフォーカスして、えー、まあアルファセブンのまあこんなとこが素敵だなっていうのをあのご紹介できればと思います。で、最初はまず一点目なんですけども。 あのボタン一つで、まあ、35mm から APS-C の画角に切り替わることができます。あまあ、というのが、まあ、1.5倍の画角にこう一瞬でなるというこれがまあ素晴らしい機能ですね。で特にまあ単焦点レンズを使っている時にはあの、まあ、ボタン一つで切り替えができるので今24ついてるんですけども、まあ、すぐ 35mm に切り替わるので。 まあ本当レンズ2本つけてるような感じですごく便利ですね。で2点目なんですけどもまあオートフォーカスがもう爆速です。でこれがもう超すごいですね。もう僕はこのオートフォーカスが早いのがもう気に入ってこの α7-3 の購入を決めました。で僕は あのジンバル、まあ、スタビライザーによくのけて撮影に行って、まあ、よく街中とか思いつきで旅行の際とかにシューティングをしたりとかあとまあ仕事で撮影とかもするんですけど結構まあ思いいつきのの撮影の方が多いんですよねでそういった時にやっぱオートフォーカスが早いとあのまあ構図とか。 あのもうそういうなんかストーリーとかそちらにもうちょっとフォーカスができるので、まあ、すごくこう絵作りにあのオートフォーカスのおかげで助けててもらってます、ね、でオートフォーカスでもいろいろ何種類かあってこう被写体がいたらそれにこう粘ってついてく設定もできるし、まあ、何か新しいものが来たら、まあ、そちらにこう映りやすいフォーカスとか自分の用途に合わせてオートフォーカスの設定もできるし。 あのフォーカスエリアをまあ真ん中辺にしたいとか、まあ全体的にフォーカスを出したいとか、こう自分で選べるので、まあそういう意味ですごくフレキシブルにオートフォーカスの設定ができます。三つ目のいいとこなんですけども、まあ高感度がまあめちゃめちゃ強いですね。でまあ気持ち体感でまあ六千四百とかで使ってもまあ全然余裕だし、もう僕はまあ一万二千八百とかもまあ動画の中で撮影して使えますね。 まあ夜とかだと部屋の中とかだと F1.4 とか1.8の単焦点の明るいレンズを使いますけどそれでもやっぱり好感度が強いとすごく安心して暗い場所でもノイズが少ない形で撮影できるのでめちゃめちゃ助けてもらってます。で、えー、と4点目なんですけどもまあやっぱミラーレス一眼なのでまあとっても軽いですね。でフルサイズの ミラーレスフルサイズなのにまあミラーレスでこれ大体6 0 0ムぐらいなんですかねなので昔、えー、と使ってた一眼レフとかとまあやっぱこう800とか8 0 0ムとか1キロ近かったので、まあ、気持ちこうなんか3割4割ぐらい軽くなった感じで取り回しがいいですねやっぱ動画を撮影してると僕はやっぱこう手持ちで動かしたりとかこうジンバルの上に乗っけて動かすので。 やっぱ軽いとすごくこうバランスが取れるのでそのブレが減ってすごくいいのでやっぱ軽いは動画を撮影する人にはすごくとても気にするべき点だと思ってます。で,5つ目なんですけどもでまあミラーレスとかで動画を撮ってるともう本当一1時間とか2時間で動画を撮影するともうバッテリーがどん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 なくなっていくんですけども。 もうこの7だとこうバッテリーの容量でかいので、あのー、気持ち1日バッテリーが2つあればまあ持つんじゃないかぐらいあのすごく長く持ちますでそれはやっぱすごくこうなんか撮影に集中してやべ電池少ないとかなんかそういう不安が減るのでそういう意味ですごく安心感のあるカメラですねまあほんと僕この、まあ、ソニーの α7III にカメラを変えて もう,それでもう本当に満足してもう本当大好きになったんですけどももちろんあのマイナスな点も1年半使ってきたんであるので、まあ、それもちょっとだけあのご紹介したいと思いますで一応カスタムキーを当てられるので、まあ、さほど気にならないんですけどもやっぱメニューがすごくごちゃごちゃに混ざってる感じがあるのでなんかそれはちょっと気に食わない点ですね。 2つ目なんですけども 4K で、まあ、最大今 30p しか撮れないので、まあ、ちょっとそれが弱いとこかなと思いますね。やっぱ 4K で、えーまあ、60p で撮れたらちょっとスローにし入れたい場所とかがあったらまあいちいち設定を変えないで 60p のまま回し続けてれば、まあとであの編集時にこう楽になるんで、まあ、ちょっ、えー、とフレームレートが少ないあの大きい 60p が撮れないのちょっと若干残念な点ですね。 で3つ目なんですけども、えっとまあ、カラーが今、えっと、8ビットまでしか取れないんでこれがまあもちろん S ログとか HLG で取ってたら、まあ、結構綺麗には取れるんですけども、まあ、やっぱ今他のメーカーさんで1 0ットとかで取れるので、まあ、そういうのを見るとあのカラーグレーディングの幅が広がるんで、まあ、そこがあのちょっとあの残念なとこかなと思います。 残念なところでもも、まあほんのちょっとなところで、まあ、総合的に見たら、まあ、このカメラもむっちゃ好きですねこのカメラにしてからもう自分の中のなんかこう撮影技術も,もうすごく上がったしなんかこうクリエイティビティをこう刺激してくれるなんかこう使っててワクワクするんですごくあの、まあ、大好きですね。本当に僕はもう写真とほん 動画両方やるんですね。よねやべえ両方やりたいみたいななんかそういう気持ちをこうかき立ててくれるのでまあ、今現時点でもまだまだすごくこうまだま元気ですごくいけるカメラだと思っておりますこのチャンネルではカメラに関するまあ様々なことをご紹介していければと思うので、まあ、まだ登録されていない方がいましたらぜひよろしくお願いします もしあの何か α7−3、まあ、についてとかあのこの動画にコメントがありましたら是非下のコメント欄によろしくお願いします。それでは皆さんまたバイバーイ